明日結婚される真子様と小室さんによる記者会見の形式が大きく変更されることになりました。記者会見は都内のホテルで午後行われる予定です。当初の予定では、記者からの質問に真子様と小室さんが直接お答えになる予定でした。しかし、今日午後、宮内庁は予定の変更を発表しました。 会見では、お二人が冒頭に結婚に際してのお気持ちを読み上げた後、記者団の質問には、口頭では答えずに文書で回答するということです。変更の理由について、宮内庁は、事前に提出された質問の中に、誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねないものが含まれていることに、真子様が強い衝撃を受けられた。そのような質問がカメラが入り、 多くの人に囲まれた会場で読み上げられそれに対して口頭でお答えになることを想像するだけで恐怖心がよみがえるという強い不安を感じられたと説明しました宮内庁は真子様が複雑性 PTSD と診断されたことをすでに発表していますが今回の記者会見の形式変更についても医師とも相談されお決めになったと説明しています